きチャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ今回はですね、はい、先日ね、阪神佐藤とジャイアンツ中田が登録抹消されましたけど、はい、調子の悪い選手はどうするのがいいのかって。へえ、もうそれってもう再調整するしかないんじゃないですか。でも佐藤も30何打席ノーヒットだから、うん、ね、結構いたっすね、はい、早めにパッていく人もいれば、はい、我慢する人もいるでしょ。確かに、なんかもう 2,3 試合見て、うん、こう下ろされちゃう人もいれば、うんうんうん、結構まあ我慢してくる、そう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 、使ってましたよね、監督は。打者の場合、はい、調子が悪い選手が復調するために、うん、はい、一番必要なものって何か知ってますか。一番必要なもの、感覚。それはどこで練習じゃないですか、はい、ってなった時に、はい、調子が悪い選手、はい、いくら練習しても、うん、調子良くなりません。あ、そうなんですか。は、練習してもなんないんですか。なんないでしょ、はい、練習するんだったら、はい、試合で1本変な当たりでもいいから打った方が調子上がりやすいです。へー、あ、その1本が何かのきっかけになるっていう。そうそうそう、試合で実践感覚学んで結果を出さないと感覚って戻ってこないですよ、はい、だって練習って打ちやすい球投げてくれてるんで、うん、それをホームラン狙って打ってもう打てるんですよ、はい、調子悪くてもね、うん、ってなった時にやっぱ試合で結果残すのが一番良薬なんですよ、うん、だからあのちょっと前ね、阪神の大山もずっと打てなかったですけど、はい、あのライトへバット降りながらヒット打ってタイムリー、うん、あれから復調して1本出てからポン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 ってなるっていうぐらい、うん、その1本が一番の良薬なんですよ、はい、だ要は調子悪いからって言って代打専門とか、うん、佐藤君の一時のように、うん、とかやってても、うん、代打なんてそもそもが難しいのに、はい、代打専門でやっても、うん、絶対調子上がってこないですよ。そうで、打席数も少ないですかもね。そうそうそう、うん、ということはもう調子が悪い選手に、うん、取る方法は2つしかないのよ、はい、試合出すか、うん、出さないんだったら2軍あ、まあ、2軍でもだ試合出ますもんね。そうそう、だから2軍に行って、うん、試合出て、うん、感覚掴んだ方が絶対いいんですよ、うん。それはそうですね。でそこで2軍の選手でも、まあ、打ちやすい球投げてくれるわけじゃないですか、はい、でその中でヒット打ったホームラン打った、うん、しながら感覚が戻ってくるん で、はい、でそれで1軍変える方が10日間抹消されるんですけど、何気に一番近道だったりするんですよ。あ、確かに1軍にいて試合出ないよりはその方が絶対いいんですよ。治りはいいですね、うんうん、だその代わり、うん、打撃が全く打てなくて、はい、2軍に行かない選手もいるんですよ、はい、そういう選手はどこが何か知ってるんですよ、キャッチャーです。あ、まあ、キャッチャーは打撃の調子悪くても、うん、打てなくても、うん、あの2軍に襲われないんですよ。いざるを得ないですもんね。そう、レギュラーはね、うん、はい、だキャッチャーで打撃不振やからって、うん、2軍を襲される選手って、うん、レギュラーじゃないんですよ。そうですね、はい、うん、だ僕も怪我以外で2軍落ちしたこと、うん、レギュラーになってからは1回もないですもん。へー、だキャッチャーだけは唯一打てなくても2軍落ちしないんですよ、うん、また確かにそうですね。2割1分、1割9分とかでも、でもいますもんね、うん、だから、まあ、まあそもそもね、それが調子が悪くてそれなのか、うん、能力ないからそれなのかがまず一番大きな問題なんだけど、はい、でも、うん、打てなくてもキャッチャーだけは2軍落ちしないんですよ、うん、そうですね。でも他の野手っていうのはやっぱ打てなくなったら2軍落ちしたりとかするんですけど、うん、だから今回の佐藤の件も、はい、僕はもうちょっと早くてもよかったかなっていうね、うん、でね、なぜ佐藤君の場合こういう問題になるのか、はい、あ、わかった。なんですか。新人王絡んでるから。ああ、まあそれもあるっすけど、うん、でもシーズン序盤は全く打てなくても試合出てたじゃないですか、うん、出てましたね、ずっと、うん、でたまに打つホームランみたいな、はい、おおみたいな最初の頃結構苦労しましたけど、でもずっと試合出てたじゃないですか、はい、と今の状況何が違うかっていう、一番の問題は、はい、ロハスがいるかいないかです。ああ、当初いなかったんだ、はあ、シーズン序盤はコロナ禍もあって、はい、ロハスが来日遅れたことによって、はい、サンズマルテの、うん、起用もしやすかったし、はい、外野のポジションを空いてるところに佐藤君を使いやすかったっていう、うん、そうですね。だからもし序盤からロハスがいたら、はい、多分今の佐藤君はいないと思うんですよ、うん、でもう一つが、はい、チームが勝ってたんで、うん、佐藤一人打てなくても、うん、まあ、無理にチームとしてのマイナス面がなかったですね、うんうん、でも今の現状、もうシーズン終盤なんで、序盤の負けは取り返せるけど終盤の負けって取り返せないんで、序盤で今ちょっと混戦になってきてる中でちょっとバタついてる、チームとしても、うん、ってなった時に余裕もなくなってきた、うん、で、ロハスいる、うん、糸井もちょっと最近元気、うん、ってなったら選択肢が増えてるから、はい、調子が悪い佐藤を出し続ける理由がなくなってきてるんですよ、うんうん、
ってなったら今佐藤が別にいなくても代々糸井いるし、うん、右は原口、うん、でロハスもいるし、うん、で若手の選手たちも、まあ、いい形でも活躍するし、うん、ってなったら1軍いなくても2軍っていう方はもう最高のチョイスだと思います。そうですね、うん、だって今1試合1試合が本当に重要ですもんね。そうなんです、落とせないっていうところなので、うん、そう思ったらそこまで我慢しないで再調整して良くなって戻ってきてねって方がいいじゃないですか。もっと言ったら別に選手ってその人いなくてもチームが勝ったりその人の違う選手が出て活躍してたら別にその人じゃなくてもいいじゃん、うん、じゃあもし楽天でも浅村出なくても浅村以外のやつが浅村以上の活躍したら浅村じゃなくてもいいや、もちろん勝つのが一番ですから、ね、うん、ってなった時に佐藤じゃなくても佐藤以外のやつが活躍してたらでチーム勝ったら別に佐藤一軍に戻ってくる必要ないのよ、はい、っていうところもまあ大事だし、うん、あとはなんか多くの人が言うのを見てると、はい、佐藤、うん、ルーキーだからもうレギュラーバリバリで、うん、10年目の選手ぐらいのみんな言葉かけみたいな期待値がやっぱすごい、ね、ルーキー十分もう今この活躍が十分なのにもうなんか10年選手ぐらいの圧でみんな語るから、はい、いやいやかわいそうだよっていう成績としてはもうすごいですもんね。十分よ、だってあの阪神のね新人記録も塗り替えて、はい、っていうところでね、うんうん、すごい活躍してるのに、はい、10年目の選手ぐらいの勢いで批評批判評論するから、はい、ファンの人も含めてね、はい、いやいや十分でしょ。だからもうね俺は、はい、あのインタビューでも答えたんだけどもう2軍行って特別なんかする必要もないと、うん、もう10日間はリラックスリラックスエンジョイベースボール、はい、特に別にそんなの無理して追い込んで走る必要もなければ、うん、振り込む必要もないから、はい、1回全部を緩めてリラックス、うん、で復調するかどうか待って復調したら上げてくればいいし、うん、復調しないもしくは復調そこまでだけど一軍まあ戦力整ってるから無理に上げなくてもいいってなったら10日後から締めていこうって、まず10日ぐらいはもうねリフレッシュした方がいいよ。あれじゃないですか、首脳陣はやっぱり阪神から新人を出そうってちょっと思うところもあるんじゃないですか。でも復調しないと出せないから、そんな慌てたってもう疲れてるよルーキーよ。そりゃそう疲れてますよ、うん、だからもう10日ぐらいふわっとした方がいいのよ、うん、でね、あの巨人の中田翔も2軍落ちしたけど、はい、俺一番最初のね中田の動画でも言ったけど、はい、そんな巨人はすぐ1軍とかに上げれるほど甘くないからって言ってたら、はい、まあ、すぐ上がってきちゃったんだけど ね、はい、でも、うん、あの前までやっぱ中地がまあ調子良かったから、はい、で今もやっぱ調子いいし、ね、別に中田が来たからって別に負けてたわけでもないし、うん、結構まあ勝率とかも良かったりしたんだけども、はい、まあでも結果出さないと、まあ、ジャイアンツはシビアだから、うん、ずっと1軍に置いてくれないし、で2軍に行ったら結構打ってたんだよ、はい、2軍の試合今も打ってるんだよ、はい、だからそこでやっぱり中田も佐藤と一緒のように2軍でしっかりこう感覚でタイミングとか合わせたりしながら感覚持ってやって、でまた上がってくれればね、うん、ここからセパともにね、はい、本戦になってくるしクライマックスシリーズとかもあるし、はい、だからまあね2軍落ちの一番の重要性は、うん、実戦感覚を元にしてヒットを打たせることなの、はい、これがもう一番大事って、なんとなく登録抹消で聞くとああ落ちちゃったかみたいなイメージってあるじゃないですか、うんうん、でもそれっていうのは期待とかもっと復調してきてねっていう期待を込めての抹消だったわけですよね。その代わり復調しないと上げてくれないよ、はい、永遠に上がって可能性だったわけですよね。そうそう、だからああ落ちちゃったなっていうのは、はい、あんな勝ち間違いでもないんだけど、はい、復調しないと上がれないですからね。そうそうそう、中にはもう10日過ぎたら絶対上げるよっていう密約みたいなのがある選手もいるけども、試合出ないのに一軍にいていいのはベテランだけ、もうここからの伸びしろがねそんなあるわけでもないし、若い選手で一軍で試合出ないんだったら二軍で成長を促した方が絶対いいですね。そうです、伸びしろがある方はやっぱりずっとベンチで座ってて練習だけしてても絶対上手くならないんですよ。やっぱ家族みたいですね。そうそう、暇だよ毎日ずっと練習だけして、うん、で早出得だ、はい、練習して試合パーッと見て、はい、試合出ないで終わった得だみたいな、うもうさすがに精神的にストレス溜まるだけだから、はい、でたまに出されて代打行けっつって、はい、で大差で負けてて相手もガチンガチ の、 あのリリーフエース来て、で打てる三振2軍って、それもきついよっていう打席感覚いつぶりだろうみたいな感じになっちゃいますよねでもまあね、はい、みんなそっから這い上がってくるから、まあ仕方ないんだけどね、はい、まあ、そういったところで、まあ、今回でだから佐藤と中田の登録抹消は前向きに捉えて非常に良かったなっていうね、うんうん、ところはあるんで、まあ、ここからねいつ帰ってくるかっていうのもそうだけども、はい、今ね優勝争いしてる中で、うん、っていうところでね、まあ、どういう戦いをね見せてくれるのかは注目ですけども、はいはい、いつまた戻ってくるかっていうのね。そうですね、はい、まあね、まだねこの牧、あと栗林ね、はい、新庄争いもあるし、どうなるか分かんなくなってきましたね。そう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 、うん、そういったところをね、はい、まあ、楽しみながら見たいですね、うん、はい。